どうする？ステージをプレイするためはチケットを、使います。チケットは毎朝、5時に5枚付与されますか。ガチャなんだろうこれ。黄昏ホテルですね。はい、さあこれからどうすればいいんだろう。動画広告を視聴して答えを見ろ。って言うけどここから動かない。遊び方が基本操作。ノベル脱出ゲームです、ストーリーを続けている中で移動したりアイテムをゲットして、人物に付け付けたりすることでストーリーが続きますということで、ただ移動もできないんですよね。あ、ここで移動するのか。まあ、どんどん右へ行ってみましょう。まだ行きます。おっと、これで終了？どこまで来たんだろうか。ここはどこへって行ってるよね。標識をタップして確認してみましょう。黄昏ホテルって書いてますね。おお、あんまりボイス入ってないな。最初からボイス入ってると思ったんだけど、王しかまだ行ってないですね。お、なんだこの洋館は？お、なんか音が出た。アイテムも人物もいないしな。探索するしかないか。ちょっと進まないな。何度も探索してみると変わるのかな。
空とか探索できるのか。記録もないし、入り口、おっとちょっと変わった。入ってみよう。お、燃えている男。支配人、おっと、絵ですよね、ほんと。これサンズの会のホテルじゃないの。アトリ、はい、お、イケメン声。おーとかしか言わないのか、このボイス。あ、これで自動で進めるんだ。ちょっと待って、探索モードを切り替えるっていうけど、探索しないと、あそ、最初の海のとこか先へ進めないぞ。アイテムってどこ？これか。で、これをタップして。合成？唐突だな。お、やっぱり妙ですよね、これ。ってことは鍵を見つけた方がいいのか、先に。おっと、なんだこれ。枕とか布団とか叩いてんですが、
いいですね。マジックハンドで叩こうとしたけど。移動できないのかな。ちょっとヒントを使ってみましょう。わからん。アナザーエデン。かわいい。やっぱり早見声だよな。お？さあ誰だ？お？お、相変わらずこれ誰だろう。そうすると答えを表示してくれる。マジックハンドを使って、額上のケースを解除。カーテンの左上をタップすると鍵がゲットできる。あ、なるほど。1528。はい、1。なるほど。こういう風にして、答えを分かることはできるのか。ゲットですね。おっと？名前がこれで分かった。ゴシスターズ事故。おっと、なんかすごいことになってるよ。なんでしょう。これはいつ頃のあれなんでしょうね。もう古いワンピースもあって、あれ？ちょっと待って、鍵取れなかったが、鍵というか。お、かわいい。しかも、なんか口がやっぱり。いけますね。いい感じ。ガチャを手に入れられるみたいです。しかしこのゲーム何のゲームなんかよく分かってないよな。なんでガチャがあるんだろうとか。知らんし。まあいけますね、なかなか。もう二人きりですよね。
記憶に持って、変更するってすごいですよね。本当にやりふりそう。操作性が良くないな。これ。掃除が、お、次の画面に行きますよ、これ。ピカピカですね。お、電話が鳴った。いよいよと戻っちゃうわけだ。で、チケットを使うと、もちろん出るしか選択しないです。はい、え？っていうとこがいいですね。お、麻雀？もちろんできるって答えます。絵がいいよな。普段は切れやすいのか。麻雀わかる。これがメノモさん。お、光った。はい、SNS 映え。 SNS この世界ってないんじゃないかな。まあ素直に聞いた方が良さそうですね。覚えて。
OK です。キャバクラじゃない、お、こんな絵ですよね。なんか不思議な世界ですよね。まだある。お、探索だ。また鍵だ。お、なんか花札変わるぞ。ノートが、いろいろ謎はありますね。このゲームもう一つありますね。鍵ばっかりですね。猛毒タコ。競馬新聞。1、4、なんだろう。
とりあえず戻りましょう。おや？なんだろう。イノシカチョウかな？いい？イノシシ。シカ？あ、チョウがあった。こうじゃないかな？これイノシシじゃないの？いや、ECC だから、蝶で、鹿だ。お、なんか開いてるぞ。なんか妙ですね。お、マッチ。これ使う？ノートでは、ダメ。取る。どうなんだろう。噛まれて終わりとか。おーっと、おかひーにゃー。はい、じゲームオーバーなのかな。そうです。ですよね。わかってる、わかってる。あ、というわけで、あ、人が増えてる。こういうゲームなのか。まあ、アドベンチャーゲームですね。はい。というわけで、このゲーム、ここまでとなります。はい。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録を募集しております。チャンネル登録者数増やしたいと思いますので、ぜひともご協力よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見に来てください。また、最後20秒で流します関連動画、関連プレイリストの方も、よろしければアクセスをお願いいたします。ゲーム動画でいこうでした。